まあ人間とえ自然の関係とあと人間とテクノロジー技術の関係とあとまあ人間とクラフトの関係なんですけど自然とテクノロジーの間の,あの共通点がなんかアルゴリズムあのなんで結構アルゴリズムのことが多いですね。そういういテクノロジー で、まあ、プログラムとかするんだったら最後にアウトプットはほとんど手であのやったりそれかアナログで始まったらあのその後にあのに特にテクノロジー入れるかが多いです自分のレジデンスのスタジオが湧水の,あの本当に目の前の2回毎日ずっとそれをいろいろやりながらそれをずっと見てて いろんな人が取ってあの止まったり手洗ったりなんか犬散歩しながらなんか水あげたりひなりゆすいに直接なんかつけるとちょっと邪魔みんなに邪魔するとかで、えー、とプロジェクションしようかなと思ってましたそういうゆすいですから水とかそういう,なんていうの水系の動きとかまあ抽象的なアニメーションはほとんどなんですけどちょっとそういう系 アメリカ人であのもう日本ずっと住んでてなんか日本いつもあのすごい綺麗いってあのイメージあるんですけどここら辺はそういうあのそういうなんラフさがあるからもうちょっと自然にクリエイティブなことはあの考えることはできると思いますその上に、まあ、いろんなあのアーティストとクリエイティブな人がもう同じ場所に いるし、そのコミュニティがあのすごい感じるしえー、っとまああのアイディア話したりまあひ人のまああの,のを見たりまあいつも新しいなんていうの動きがどこかにあるし結構なんていうのインスパイリングかなと思ってます。